まあ、決して2人でこう前に出てくっていうことはしないですよね。さあここ藤本のチェックだ。これがゴールイン。粘って粘って、そして掴んだ移籍後初ゴールは藤本典明。貴重な追加点を奪いました。ゴールではありましたけれども、執念で掴んだようなゴールでした。そうですね、見事だと思います。前からこうプレッシャーかけて、スライディングを打って、スオビクがちょっとこう気を抜いたと言いますかね。もうおそらく藤本のことがあまりよく分かってないから、ここでギアをギュッとこう上げたところが藤本良かったですね。